What's going on, everybody? This is Ry Lucius here. Today I'll be reacting to the newest chapter, Chapter 20, The Sacred Tree. Anyways, let's get going. Guess we'll start on this one, Foot of the Sacred Tree. Sacred Tree Lower Strata. だいぶ進みましたが、いただきどころか上に登ることすら叶いません。なんという大きさでしょうか。それにしても先ほどからこの場にとどまったままなぜ出発しないのでしょうか。二人は奥で話をしているようですが、天の内部用事の場に向かっているようですが、確かに第七王子と、もしかして兄様もこの聖なる木に。神様、いかがいたしましょうか。メデン、どうしますか。第七王子一行が到着するようですよ。すでに手は打ってる。これ以上何かをする必要はない。なるほど。ならば放っておきなさい。森人たちはどうなりましたか。相当は概ね完了しました。羽化の秘術を持つ我々の敵ではありません。脆いものですね。伝統にとらわれ進歩を怠った文明というものは。Was he taking a smoke? Neden, 変わらないのですね。Wait a second. その体は。今、ネデウの体に入っていったのはマナ。聖なる木のマナを取り込んだ。あれは一体。Chapter 20, The Sacred Tree. フィンローダの館を出た俺たちは、妖精国の森を抜け、一路、北を目指した。ナームの案内に従って、道なき道を進み、そしてついに、聖なる木の前にたどり着いた。でかさだ。通りでずっと遠くから見えてたのに全然つかないわけね。大きいだけじゃない、凄まじい量のマナだ。俺でも感じ取れちまうくらいだ。ここに立つだけで体全体が豊かなマナに満たされるような、そんな気持ちになれます。この木に父上の思いが残されているのか。殿下、あちらに誰かが倒れています。あれは妖精だよ。大変怪我をしてるみたい。みんな助けに向かおう。おい、大丈夫か。しっかりしろよな。殿下、周囲を見回りましたが壊滅状態です。みんなが倒れててひどいよ。一歩遅かったか。ひとまずはこの人の治療を優先しよう。セーナ、頼めるかい。はい。すまない、
あなた方は。全国王のフィンローダに依頼されここまでやってきたものだ。フィンローダ様に。そうか、伝令にあった。一体何が起きた。人狼だとメデオの野郎にやられたのか。はい、少数の兵でしたが、ウカの秘術で強化されており、我々森人の結界を破られ、くそ、なんてひどい奴らなの。人狼だは妖精国の王なのに、これじゃ同士討ちじゃない。とにかく倒れている皆さんの怪我を治しましょう。みんなで手当てをすればきっとすぐだよ。いえ、私にも治癒の心得があります。今は我々のことよりもあの二人を追ってください。この聖なる木は我々妖精族が代々守り続けてきたもの。歴代の王ですら不可侵の聖域です。この木の力を私的に使うことは何人たりとも許されません。ましてや聖変が彼らの手に渡るようなことがあれば何が起こるか。お願いです、どうか彼らを止めてください。当初の目的を見失ってはなりません。この方の言う通り、今は対局を見て行動すべき時ですわ。わかった。ならば心苦しいけど先を急ぐことにするよ。だがこのでかい木を一体どうやって登ればいいんだ。まずは枝を伝い、聖なる木の仮装を進んでください。新王部にある東雲の大枝から上層の樹冠へと出ることができます。気をつけてください、侵入者に荒らされ木に暮らす生き物たちが凶暴になっています。心配しなくても大丈夫よ、ダーリンと私たちに任せておきなさいって。いろいろと情報をありがとう。よし、みんなこれから聖なる木に入る。警戒しながら進もう。Why not? Let's just go with this team.
やるからよ、立ち入る。出し惜しみはなしだ。ああ、塵も残すつもりはない。我が波動は終わらん。始めようではないか。ああ、真理の探求開始だ。戦利品は戦の楽しみだね。Looks like my game's starting to glitch. I'll be back. Anyway, guys, I'm back. So sorry about that. My phone's pretty old, so I had to restart the whole app. So let's get back to the story. まで見渡すことができそうな眺めです。この景色を古より独占しておきながら、妖精はなぜ外の世界に興味を抱かなかったのでしょうか。キネデ、ここに立つと我々の旅を思い出します。妖精国を出て、いくつもの海を渡り、山を越え、町を巡った。旅路の中でこの世界の広さと理不尽さを知りました。随分と昔のことのように思えるな。我々がそれだけ遠くまで来たということでしょう。旅を終えた我々は誓った。自分たちを押さえつける運命の首輝きを断ち切ると。地位を追われ、五体満足を奪われ、あなたは妖精国で生きることを余儀なくされた。そんなあなたと同じく、私たち妖精族も世界から虐げられた存在ですが、その現状を体感し、自らの身の上を耐え忍ぶような生き方はしない。我々は立ち上がり、戦う、世界に抗い、運命を変え
えるため。もうすぐだ。私は聖なる木をすべ、この国の新たな希望を歌う。あなたは暁の聖剣を手に入れ、創世のドラゴン、バハムートとあるべき契りを結ぶ。望み描いてきた美しい未来が、もうすぐ立ち現れるのです。ジン、先を急ごう。え？そうしましょう。それにしても意外ですね。イリアの巫女様のご趣味が盗み聞きだとは。ネデウ、いいのですか？すべて聞かれてしまったようですが。聞かれていると知りながら話を続けたのはお前だろう。構わん。イリアの巫女の協力が必要な以上、いずれ話すべきことだった。手間が省けてよかったでしょう。さあ、進みましょう。頂に向かって、そして我々の輝かしい未来に向かって。ゼシア、あなたのお兄様にも出立を伝えてきてください。ネデウの体はマナを取り込まなければならない。そうしなければそれはドラゴンとの不完全な契約の代償ということ。 Wait a second. Isn't 私の協力が必要とは一体。His body is incompleteSo the story about Yuden having a part of Morsai Yadi being made into his body, are they sure they're not mixing it up with Nedric?
戦闘を開始します。そろそろ切り札を見せようかしら。みんなの笑顔まで、あと少し。獲物はいただきました。And I'm back. Sorry about that. My game just crashed again. But anyways, let's just get back to the story. しかねえからな。厳しい道のりだとは覚悟していたが、想像以上に時間がかかりそうだな。聖なる木に入ってからどれくらい経つのかしら。この辺りは日が差し込まず分かりづらいが、すでに夜を迎えた頃合いだ。焦る気持ちは分かりますが、ペース配分も大事ですわ。消耗した状態でネダウやジンローダとやり合うわけにはいきませんのよ。シェス姉さんの言う通りだ。ここで焦って進むよりも体勢を立て直した方が良さそうだ。どこか魔獣から避けられそうな場所があるといいんだけど。調べてみて問題がなさそうなら、今晩はそこで野営をしよう。
ここまでシーラさんの体調は問題ないようですね。私もなかなか眠りにつけないので少し体を動かしてきますね。あまり遠くへはいかんようにな。この樹洞に満ちるマナは強力だ。中にいる分には安全だろう。はい、すぐに戻ります。奥に行くほどマナの力が強くなっていく感じがしますね。まるでマナに包み込まれているようです。木の中心に近づいているせいでしょうか。少し落ち着いた気持ちになれますね。それにしてもタルタロスさんのあの時の言葉、自身を欺いている。あのお方を失った時期ゆえか。そんなことはありません。私は決して自分に嘘など。王子に最初に出会った時、陛下の面影を見出したのは間違いないことです。でも王子が陛下の血を継いでいないこともまた事実です。いえ、そんなことを気にする必要はありませんよね。現に王子は平和な世界の実現に向けて行動をし続けてきました。それこそが陛下の意志を継いでいるという何よりの証拠なのですから。ですが、王は烏合など必要としない。王は絶対にして唯一なのだ。確かに陛下は圧倒的な力をお持ちの超人的なお方でした。どんなものも並び立つことはできない超人的なお方。たとえ血脈を継いでいたとしても陛下の力に追いつくことは難しいでしょう。それに王子が陛下の血脈を継いでいないことが明るみになれば、あらゆる困難が。ああ、私はいつまで何をくよくよしているのですか。こんな中途半端な気持ちだから、先ほども敵に気づかずみんなに迷惑を。あの辺りからひときわ強いマナを感じますね。マナスポットか何かでしょうか。少し行ってみますか。
Alright, this is where I'm going to be splitting the video from here, so thank you guys for watching this up to this point so far. Don't forget to hit the like and subscribe button, please hit the bell and hit for more notifications, and don't forget, I do have an active Discord group. Please go check it out at the link in the description of this video, and just check it out at your own free time. And with all that said, thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next part. See you soon.